パーカー。オクタビアス博士、それなんですか。中国料理だ。君がいると知ってたら。それは？ただの趣味ですよ。そうか、君が。なんていうか、これは隠さなくてもいいんだよ、パーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど、でも噂が広まれば家族に危険が。そうだな。彼のスーツを作っていることがバレれば、当然君も狙われる。ええ、そうです。大丈夫、秘密は守る。それじゃあ私は行くよ。メールを見て。解雇通知じゃなきゃいいけど。卒業か、もう思い出せない。博士のインターンしてたっけな。博士のおかげでタイツより白衣着てる方がみんなの役に立てるって気づいたんだ。ピーター、君がスパイダーマンのスーツ職人だと知って。おっと、秘密だったな。改めて君の人間性に気づかされたよ。どんなに忙しくても君はいつも周りに手を差し伸べる。おせっかいかもしれないが、スーツが破れているのに気づいて勝手ながら改良案をスケッチしておいたよ。添付ファイルにいくつか私のアイデアを書き込んでおいた。きっと町のヒーローの役に立つはずだ。二人でとてつもない発明をして世界を共に変えていこう。君のパートナーであり友人の夫より。白いスパイダーか。よし、これでいい。ごめん、遅刻なんだ。ちょっと通るよ。ニューヨークのみんな元気にしてる？新しいスーツ最高。
イダーマン、フィスクの手下が未だにのさばってるわけが分かったかも。建設現場よ。逮捕された時閉鎖されたんじゃないの？いいえ、合法的なビジネスの一つなの。投資家が複数いる。理由がないと手は出せないわ。理由はあるんじゃないの？証拠がないわ。垂れ込みと噂だけだから、あなたに奴らの縄張りを見張ってほしいの。不審な動きがあったら私に知らせて。任せて。おせっかいな隣人スパイダーマン出動。全部隊に次ぐ。店を狙った強盗が発生中。ユリ、フィスクの建設現場にいるんだけど、みんな建設作業してるようには見えないんだよね。じゃあ一体何を？これから調べるとこ。お、博士からメールだ。メールにスパイディガジェットのアイデアが添付されてるのか。ほんと博士は発明バカだな。すごい、これかなり使えるかも。どれどれ。読めないな。メガネ持ってくれよかった。最高、博士ありがとう。スパイダーマンがボスに勝つなんてな。まだ諦めるには早い。分かってる。でも、やつがまだガキだった頃は、ボスがいつもコテンパンにしてただろう。あの時、ボスが殺したんじゃなかった。そうかもな。例に曰く、スパイダーマンは一人じゃねえってよ。バカ言うんじゃねえ。あんな奴がうじゃうじゃいたらたまらねえよ。お前らは新入りだろ。俺たちに喧嘩売る奴はいいじゃん。一番大事なルールを教えてやる。荷物の出荷を遅れさせるのだけは NG だ。絶対にはな。ボスは厳格だ。ヘマしたらただじゃすまん。やれ、やつは殺せってボスを出し、かかってこいよ。まずい、また来た。スパイダーマン、その現場の3ブロック圏内で違法銃器の売人が4人逮捕されてるらしいの。銃の売買か。それじゃ僕がその供給減らしてやるよ。殺しちまうかもな。リスクは気にしねえさ。
けねえぞ。